コルネリウス・ドレベル。コルネリウス・ヤコプス・ゾーン・ドレベル。コーネラス・ジェイコブス・ゾーン・ドレベル。1572年から1633年11月7日。は、オランダの発明家。1620年に、史上初の航行可能な潜水艇、人力推進を作った。工学、科学に関しても業績がある。オランダ西部のアルクマール生まれ。ロンドンで没。 1590年頃の数年間を、アルクマールのラテン語学校で過ごした後、ハールレムのアカデミーで学ぶ。彼の教師となったのは彫刻家、画家、人文学者のヘンドリック・ホルツ、ホルツウス、画家、作家、人文学者、カレル・ファン・マンダー、カレル・バン・マンダー、ハールレムのコルネリス・コルネリスン、コーネラス・コーニリジアン・オブ・ハールレムらである。1595年、 ヘンドリックの姉妹であるソフィア・ヤンスド・ホテル、ホルツ、ソフィア・ジャンスデター・ゴールツと結婚。4子を設けた。1600年、ドレベルはミデルブルフへ行き、ノールデルポールとノールウーダーポートの噴水を建造した。この地で、ハンス・リッペルス杯、望遠鏡の発明者及びその同僚ザハリアス・ヤンセ、顕微鏡の先駆者と出会う。ドレベルはここでレンズ磨きと工学を学んだ。 1604年頃、おそらくは、新王ジェームズ一世の招きにより、ドレベルは、一家で、イングランドへ移住した。彼はまた宮廷で行われる仮想舞踏会や、ヘンリー皇太子の宮廷ルネサンスにも関与した。1610年、プラハのルドルフ二世に招かれて、家族ぐるみでその宮廷へ。1612年に、ルドルフが死ぬと、ロンドンに戻った。折り足く。 彼のパトロンであったヘンリー皇太子も死亡したため同、レベルは財政上の困難に陥った。1619年、ドレベルは複数の望遠鏡と顕微鏡を設計、製作した。オランダの対イングランド大使、ウィレム・ボレールがドレベルの顕微鏡に言及している。その後、ドレベルは2枚の突レンズを備えた顕微鏡の開発、1621年で有名になった。 クリスティアン・ホイヘェンスなど数人の著作家が複式顕微鏡の発明者としてドレベルを上げている。しかしながらナポリの本棚は自分が1618年にそれを発明したと主張している。複式顕微鏡の発明を1595年頃のヤンセンを親子によるものとする資料も多い。1624年にはガリレオ・ガリレイがドレベル式の顕微鏡を ローマの基人、フェデリコ・チェージ、フェデリコ・シージー、1585から1630に送っている。チェージはこれを用い、蜂に関する著書 AP ラムの挿絵を描いた。ドレベルは1620年、イギリス海軍のために働いていた時期に、史上最小となる航行可能な潜水艇を建造した。数学者、ウィリアム・ボーンの1578年の設計図を用い、 木製の骨組みに皮を張り、操打可能な潜水艇を製作したのである。1620年から24年にかけて、ドレベルはさらに2隻の潜水艇を建造し試験した1号よりは2号が2号よりは3号の方が大型であった。最後の3番目のモデルには6本の貝があり、16人が搭乗可能であった。このモデルはジェームズ一世及び数千のロンドン市民たちの前で、 公開試験され、この潜水艇は3時間にわたり水中に止まることが可能であり、ウェストミンスターイコールグリニッチ間を4の5メートルの深度で往復することができた。ドレベルはアローコとか国王をテムズ川での潜水試験に連れ込んだ。これにより、ジェームズ一世は水面下を旅した最初の君主となった。ドレベルの潜水艇はテムズ川で幾度もテストされたが、 海軍本部の興味を引くには不足で、実戦には使用されることはなかった。艇内の空気を呼吸可能に保つためにドレベルが取った方法は、ナイター、現代的に表現するならば、おそらく硝酸カリウム内し硝酸ナトリウムを加熱して、酸素を作り出すことであった。この操作では、カリウム内しナトリウムの酸化物、または水酸化物が生じ、それが二酸化炭素を吸収したはずである。 以上の考えが正しいとすると、ドレベルは原始的な仕組みながら、フジュストデイビスに三世紀近くも先んじて、リブレーザーの構想を実現していたことになる。ドレベルは、錬金術師、ミカエル・センディ・ボギウス1566から1636に指示したことがあり、ナイターに関する知識はその時に得たものであろう。 ロバート・ボイルは1662年にドレベルの液状の化学薬品が空気中の第5元素を呼吸可能なものに変換したことを書き記している。ドレベルの最も著名な著作は1621年のエエンコート・トラクティ・ファンデ・ナツエレデア・エリメントン諸元素の性質に関する短い報告である。彼は雷酸水銀の発明にも貢献している。 ドレベルはまた鳥のフランキと水銀サーモスタットも発明している。これはフィードバックで制御される器具としては記録にある最初のものである。彼は空調システムの実験もしている。温度計の発明もドレベルに回されることがある。月の南半球には彼の名を冠したクレータードレベルがある。アメリカの雑誌2007年3月号53号には ボイニッチ思考度レベルの顕微鏡学、錬金術のノートだとする説が載せられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。